エリュシオンののエリュシオンは、ギリシア神話に登場する死後の楽園である。冥界の審判官を務めるアヤアコス、ミーノース、ラダマンチュスが支配する世界で、神々に愛された英雄たちの魂が暮らすとされる。長母音を省略して、エリュシオンとも表記される。紀元前8世紀末のホメーロスの序子詩など古い、時代の説では、エリュシオンは、世界の西の果て。 オーケアノスの海流の近くにある気候温暖で方向に満ちた島とされ、ラダマンチュスが治めているという。一方、紀元前1世紀のウェルギリウスのアエネイスなど新しい時代の説では地下にあり、ハーデースの統治下にあるとされる。死者の中でも生前正しい行いをした者が死後に移り住むとされる世界でシロポプラの木が茂っている。これは、 レウ系が変身したものであるという。2世紀のプトレマイオスの著書、ゲオグラフィアに収められている。世界地図では、私服者の島と呼ばれており、当時世界の最西端と考えられていた。中世ヨーロッパにおいても、幸福諸島と翻訳され、世界地図にも記載されていた。大航海時代の探検家たちの探索の目的となり、近世までそれは行われた。比較神話学においては、 仏教の浄土信仰に悲されることがある。ありがとうございます。